こちらで指で操作している映像が空中に浮かんでいる映像になります。まあ、弊社の技術は空中に映像を出すこのまあ光の反射板の技術を持っている会社になりまして、中にモニターが入っているんですけども、中に入っているモニターの光をこの表面につけてプレートが反射して空中に映像を出しています。で、操作が可能になってますのは、センサー、赤外線のセンサーをこちらに入れてまして、ここから赤外線が出てますので、センサーと組み合わせることで操作が可能になってます。